はい。先ほど、羽生君速報がちょっとびっくりしたんですけども、まだ寝ぼけてます。よろしくお願いします。ちょっと、空彼さん、おはようございます。まだ夜明け前です。夜明け前。本日は晴れ予報です。えー、本日の10月の17日はカラオケ文化の日です。全国カラオケ事業者協、えー、会が制定しました。以前に話題になりましたが、えー、カラオケも日本独特の文化のようですね。うん。 ヨーロッパにはほとんどカラオケ店がないようで、日本人にはとっては、えー、寂しいですね。予想最高気温は21度です。うん。いいですね。カラオケ文化の日。あのカラオケは確かにこちらにありませんからね。空かさんはカラオケ好きです。あの、歌いますからね。うん。あの、まあ、あ、そう。ちょっとなんかね、今起きたばかりなんですけど、ちょっとなんか、 ベルギー・ブルッセルの方でなんかちょっとあったっぽいっすねあのー、今ちょっと情報をこれから見ていくんですけどうんでそのブルッセル、ね、にカラオケはあるっちゃうんですがねうん日本のようなカラオケはないんですようんカブさん体調は大丈夫ですかキムチが原因だとするとしばらく食べるのを控えた方がいいかもしれませんねうんそれとお肉はきちんと加熱処理をしてから食べてくださいね 食中毒の原因にもなりますんで、気をつけてくださいね。うん。どうもです。あのー、多分、キムチだと思うんですよね。多分ね、ちょっと大きすぎた、大きすぎたキムチを食べちゃったかもしれませんね。あの、うん。しばらく、ちょっと体調を整えて。まあ、今日も、まあ、今朝はね、まあ、まあ、ちょっとまだわかんないんですけどね。うん。そしてもう一つです。みかんとオレンジの違いですが。 皮の厚さと味の違いにあるそうです。うん。みかんは皮が薄めで、あっさりとした甘さで、ほどよい酸味がします。一方、オレンジは皮がから皮が硬めで、手でむくことは困難で、濃厚な甘みがします。どちらも好きですが、食べやすいのはみかんになると思います。うん。飲食店によっては、みかんジュースを取り扱っているお店もあります。うん。ねってことはね、あの、ベルギーもね、多分みかんって言われるものありますよ。しかし、 味がね、オレンジ、オレンジなんですよね。うん。みかんの形して、むきやすいんですよ。で、しかも、でもね、味はね、オレンジっていう。ちょっと今度ね、あの、見せ、見せますね、あの、うん。あの、マンダリン、マンダリンとクレモンティーヌっていうふうに言われていて、マンダリンがみかんだったかなで、クレモンティーヌっていうのもあって、それもがオレンジ、でもみかんっぽい形してます。ちょっと今度紹介しますね。うん。 ゆうのややさん、どうもです。かぶさん、日本の天気は木曜日まで、昼間はちょっと暑い日もあるみたいですよ。でも、その後は寒気が来るらしいです。昼と気温差も風を吹きやすいから注意ですね。金曜日には低気圧と前線ができて、冬型になるそうですよ。急に寒くなりそうですね。なるほど。と、えー、いうことは、もう確実に来てますね。まだ僕ちょっと、えー こ数日日本の気圧配置見てないんで、ちょっと今日見てみたいなと思います。なるほどですね。寒暖を繰り返して。暑い日があるっていうことは、なるほど。うん。あれか、高,高気圧が来てるのかな移動性高気圧かなうん。この低気圧、前線ってことは、多分これで冬型になるんですかねこの後。うん。はい。えっ、ー、と、ヨウさん、どうもです。カブくん、おはようございます、えー。疲れたお腹にキムチの刺激が強すぎたかも。うん。 温度も味も優しいものを食べてね。私も疲れると激,激辛ラーメンとか食べたくなり、翌日公開します。今日も8度の始まり。うん、山あいではそろそろ雪になるかな。毎日、毎日あ暖かくして過ごしてくだされ。今日はお花のラブどうぞ。せまね、どうもです。たくさんお花ね、うんあの。もうあれですかね。激辛ラーメンとか食べるんですね。あの うんキムチ、そう、多分ね、キムチ、ちょっと傷んでた可能性ありますね。僕が食べたやつは。うん。あの、特にね、確かに疲れている時だったりとか、なんか辛いもの食べたくなっちゃいますね。うん。そう、でもそんなにね、こっちのキムチはね、辛くないんですけど、まあ、もしかしたら、ちょっと傷んでたのかもしれないですね。もしかするとね。うん。で、最近結構寒くなってきましたから、こっちも。うん、昨日も暖房をつけましたからね、本当に。うん。 あの,明日の気温は山沿いで冷度近くまで下がってますよ、こっちも。うん、そして、カブ君おはよう。えー、裏庭の野鳥に、昨日から小柄が増えています。えー、皆個性があり、50からが、えー、一番物おじしないです。うん。えー、かぶお天気お兄さん。私は鳥おばさん。仲良く観察に始めましょう。 今日も元気なヨイちゃんでした。すまねえ。ということで。小柄ってどういう鳥でしたっけちょっとわかんないですよね。うん。えー、まあ、あのー、最近ね、あまり表に出てませんので、ちょっと散歩とか行きたいな。うん。で、ね、あのー、ちょっと最近、急いでフィギュアスケートの試合を見ててですね。<laughs> ま、ちょっと今日明日あたりが結構見てるかな。でもまあ、ちょっと散歩に行って、あのー、気分転換もしないと。あ、散歩行ってじゃないよ。 散歩行ってじゃないよ。今ちょっとベルギー大変なことになってますよ。うん。あの、なってるっぽいんですよ。ちょっと散歩どころじゃなかったっていう。うん。あ、そう。噂をしてたらフロシ、風呂敷唐川さんからこの話ありましたね。うん。よろしくお願いします。おはようございます。日本は平和ボケをしている人が多いなと感じてはいます。うん。ブログ主で、自分のお金応援ブログの人で、あの、警備員もいない2023ワールド準備中の たたまりの写真をを拡散ししていた人には怒りを覚えましたなるほど。うん。選手にはイスラエルやウクライラナもいますし、紛争はあちこちある時期でした。テロ集団は、ここは警備が甘いよと世界発信するのかと驚きでした。うん。なお前前、前、え、々、ー、の2014年のナタリー・ペシャラさんの彼氏、現在の旦那目的で、あの世界中から本場のパパラッチが集合して、 セキュリティを平気で突破してしまい、警備の数がびっくりするほど増えました。うん、ちなみに、ピシャラさんの旦那さんは、アーティストの映画でアカデミー男優賞を取られた方です。なるほど。ということですね。皆さん知ってますかね、うん、ナタリー・ピシャラさんという方がいるんですね。まあ、部屋ぼけ。あの、うん。まあでもね、こちらはね、日本よりは平和ボけしてる人が少し少ないかもしれません。やっぱり。うん。 地続きということもあって、あと難民が来てますので、直接肌でその何かを感じることができるんですよ。ウクライナ,ナの方からも、まあ、の難民といいますかね、来たりもしてますし、えーこで、今回の件でちょっとテロが発生しているみたいなんですよね。でその情報がちょっと今入ってきて、まだ、あ、ち,ちょっとしか入ってきてないんで、あのちょっとでもあの今入ってきている情報は、あの なんだっけベルギー人、今日仕事にブルーステルに行け,ない行けないらしいです。なんか。うん。そういった情報入ってきてますね。うん。そう、ユーナヤヤさん、どうもです。カブさん、ベルギーのブルーステルで、えー、銃撃があったみたいですね。日本でもニュースだと、あ、本当ですか神は依頼なりって叫んでいたらしいですよ、えー。スウェーデンの人が被害にあったみたいですね。サッカーのベルギーとスウェーデンの試合も中止になったらしいですね。カブさんも気をつけてお過ごしくださいね。 あの今ベあのあ、ベルギー、警戒、ベルギー全土は警戒体制3ということが明らかになりましたね。で、ブルーセルはなんと 4, 4です。4ってどういうことかっていうと、あの一番上ですね最大。最大級の警戒。つまり、あのどういうことかっていうと、これ、ブルーセルへの仕事に行く人みんな行けません。あの電車も、えー、メトロも全部止まってます。それから、アドミニストラーションって言って、あのー、まあ、 なんだ公務員の仕事が全部今日なしになりました。えっと、ブリュッセルではね。で、他の地域ではオーススなども含めて警戒体制3となってますので、えー、不要不急の外出以外は禁止というか、してはいけませんという感じ、まあ、禁止というか、控えてくださいということになってます。うん。あの、そんな感じで、あの、ロの危険性が極めて非常に重く、もうもうもう起こるという感じになって、警戒体制4になってますので、あの、 かなりびっくりしてます、今。うん。あ、でもね、まあ、今回の件で何かしたら怒る,るだろうなと思,思ったんで、あまあ、ちょっと、なんか不安をしてたことがちょっと起きてるなっていう感じですね。うん。ちょっとまあ、かぶさん、練習お疲れ様ですね。ぬいぐる,だぬいぐるみたちも勢ぞろいですね。うん。夜中に起きてると、お腹が空いて食べちゃいますね。えー、注意したいですね。衣装も少しずつ進んでますね。うん。 秋の夜中にぼちぼちやってくださいね。うん。いや、ほんとですね。まあちょっとぼちぼちですね。うん。あのそう、夜中ね、やっぱね、起きてちゃダメですよ。お腹すくんで。でもね、たまにね、食べちゃうから、僕もね。で冷蔵庫にね、プリントが入ってると、食べちゃったりしますよね。うん。まあちょっとそういうのを注意しなきゃっていう感じです。うん。そして、かぶさん、七節は、実熱気節らしいですよ。うん。それから、七節には、 生命力っていう意味があるそうですよ。沖縄の方では神の使いとされてるみたいです。かまさん、本物見たことありますかアメリカには毒を噴射する七不思議もいるらしいですよ。うんなるほど。ね、七不思議。ね、いろんな不思議があるのかな。うん。日本,日本ではね、あの、生では見たことがない。多分ね、昆虫園とか、多分見たことあると思うんですよね。形はやっぱ、はね、あ でも、七節って見たことあるかもしんないな。もしかすると、日本でも。うん。あのー、昆虫採集をしてた、クワガタムシの採集をしてるときに、出会ったことあったかもしんない。茶色の。あのー、肌色の。うん。でも、そのときはクワガタとかにしかあんまり興,興味なかったんで、うん。七節いいですね、なんかね。うん。マディンさん、どうもです。カム君静岡といったらお茶でしょう。でもね、 静岡市のコーヒーハンターとして知られる、えー、川島義明さんを紹介したいと思います。川島義明さんは、静岡市のコーヒー店で、あのえー、コーヒー焙煎かな煎店、うん、の店上で、1956年に生まれました。えー、UCC に入社して、コーヒーのやバイヤーとして26年間独立して、コーヒー川島との名前の会社を設立して、 私の家から歩いて3分のところにもお店がありますよ。南米の各地の農園を3000カ所も訪れ、おいしいコーヒーの豆作りを指導し、南米各地の農園と提携して、コーヒー豆を輸入し、販売をしています。現在、67歳で2019年にはニュ,ニュースウィークで世界に影響を及ぼした100人に選ばれています。すごいですね。川島さんは、タイのアヘン製造地帯へを コーヒーヒ栽培地帯にする国策にコーヒーハンターとして知られる彼に、えー、白馬の矢が立ち招かれて死闘した人でもあります。なるほどまた JAL が経営危機に陥った時1ヶ月間機内コーヒーとして鹿児島コーヒーとタイアップコーヒーの入れ方まで死闘、えー、し機内の、えー、お客様からこんなに美味しいコーヒーは初めて飲むんだと言わしめたコーヒーなんです。 うんえー、幸せなことに、すぐそばにお店があるので、川島コーヒーを楽しんでます、うん。YouTube でコーヒー川島で検索してでき、購入もできますよ。特に豆の好みがなければ、川島ブレンドでおすすめがおすすめで、お値段もリーズナブルです、うん。息子と元パートナーは、川島コーヒーに、えー、ドはまりで、すべての豆を試飲してますねということですね。うん、なんか、川島コーヒー、 ある,あるらしいですよ、うん、静岡はお茶で有名ですけど、コーヒーもあるんですね。うん、はい、今日初めて知りました、川島コーヒー。うん、はい、コーヒーって、なんか、この前も言いましたけど、飲むとストーンってきますよね、トイレすぐに、うんあの。腸がね、あまり良くないんで、コーヒーって腸とかに大大腸あの胃腸にもいいんでしょうかね。うん はいそんなマリニンさん、コーヒー川島からすぐそばに歩いて3分のところにあるということなんで、うん、皆さんもよければコーヒーしましょう。はい、ありがとうございました。